はい、じゃあ六白金星は真ん中に来ていて、星が3個になります。真ん中ですので、今月、あ、3月は結構調子がいいんですね。六白なんか機嫌もいいし、気持ちもいいし、なんか不安もそんなに感じない、そんな感じですけども、真ん中に来ますので少し動きが止まってきます。それでなんか、そうだな、自由、3月は自由なんだけど、自由感が少なくなってきて、みんなの期待に応えるためにちょっと頑張る月になりそうですね。どっしり構えてっていうのがおすすめになります。人間関係の出会いもありますので、周りの人のリクエストに応える月になります。だけどその時に公平にね、接するようにと、それから八方美人にもならないように、公平なのに八方美人にならないでって難しいけど、あっちにいい顔、こっちにいい顔とかしないようにねっていうのがありますね。そして六白金星は結果を急ぐ傾向がありますけど、真ん中の時は結果を急がなくてもいいです。はい、なんかやることやって結果を待つっていう感じでいいです。それから上司とか父親とぶつかりやすいので注意してください。六白の人ね、噛みつきますから、結構噛みつく、上の人にちょっと噛みつくんですよねなんか上の人が頼りなかったり、なんかちょっと正義感強いので、六白で気をつけてください。喧嘩になったらちょっとこじれますのでね、上司、お父さん、目上の男性ですね。はい、それからお金の管理もちょっときちんとした方がいいので、たくさんお金持ってる六白さんはちょっと銀行、お金の管理しっかりして、私お金たくさん持ってないので人ごとですいません、いっぱい持ってる人はそうしてほしいです。はい、なんだろうね、ちょっと銀行さんに相談して、いざっていう時困らないように処置しとくといいんじゃないでしょうかね。はい、はい、そして2番ラッキーアイテム、まずラッキーパワーストーンはクリソプレーズですね。グリーンの目が覚めるような翡翠です。すっごい明るいパワーでね、軽やかですので、真ん中にいる時ちょっと、軽やかさ欲しい時なんかいいんじゃないでしょうかね。そしてラッキープレイスは森林です。森林浴とかね、グリーンがある林ですね。まあそろそろグリーン出てきたもんね。なんか芽が出ると一気に出てくるよね。なんで森林浴、ちょっと林、険しい岩山とかじゃなくってお散歩に鼻歌歌ってふんふんふんって行けるような森林、林っていうところ、そういう感じがいいです。そしてラッキーフードは大葉味噌です。大葉味噌って知ってる？私豊橋にお嫁に来てから知ったと思うんだけど、豊橋って大葉が、大葉って言い方もみんなする？しそって言ってたけど、私は大葉、しそですね、大きな葉っぱにお味噌巻いて食べるのがあるんだけど、それがラッキーフードです。豊橋しその生産がなんか全国何位とからしいですけどよかったら豊橋さんのしそで大葉味噌食べてください。そして開運ワークですね。今月の開運ワークは旅行したい場所10個、書き出ししてみてください。まあ今月はあんまり動きがこうできない月なんですけど、今年、来月からまた動けるようになるから、今年行きたいなって思うとこ10個ぐらい割り出したりとかするといいんじゃないかなと思います。はい、
今んとこ私もね2カ所ぐらい決めてるんです、吉報旅行でね、はい、なんだけど、まあそういうあの吉報で毎月行ってもいいですし、はいですね、そういう旅行したい場所10個書き出ししてみてください。この書き出しはなんていうのかな、机に向かうってなんか書くっていう習慣はすごい頭の中の掃除になるのでいいんじゃないかなと思います。まあ私もあまり人のこと言えないんですけど、ついついねスマ YouTube とかねスマホの中から情報収集に時間を費やしてしまうんですけど、机に向かってアウトプットするっていうのもそういう習慣もすごいいいんじゃないかなって思います。そして、4番星の特徴、今月はねあの全部の星時間帯で特徴を説明しようと思います。六白金星の担当している時間っていうのがあるんですけど、六白は夜の7時から11時までの4時間担当してるんですね。六白は夜の人なんです、夜の人、まあ、プライベートタイムの人なんですね。今の時間が六白のゴールデンタイムですけど、19時から23時までっていうのはまあ大体の方が仕事を終えてプライベートタイムですよね。だから六白の人はその何言われてもあのもう仕事も終わったし誰の指示も受けないプライベートタイムでしょっていう、そういう人なんですそういう人だから指示されるのすごい嫌い、六白の人ね、ほんと嫌になっちゃうね、本当にわかりますよ、私も嫌ですよ指示されるの。でもねまあこれ時間帯のせいなので、はい、まあ、仕事の時間帯は仕事してる時は指示されてもまあ仕事だからって思えるんだけど、プライベートタイムはもう嫌って感じなんですね。こうやったらああやったらとか言われてもムカムカしちゃう、そういうね指示されるの、人からいろいろ指図指示されるのが嫌な六白金星、プライベートタイムは自由にさせてっていう六白ですね。だから私もね今は子供たちがもう一人暮らししてますけど、ご飯が終わったらもう私に何も言わないでみたいな、まあまあ、お茶とかジュースとかなんとかとか言われるとえっとかって言ってやるけど、ちょっとムカムカしながらやってましたけど、なんかねそういうのいけませんね、はい、子供がいるうちにやってあげられるうちにね、ニコニコやってあげればよかったなとも思うんですけどね、はい、そういう風にね夜の時間担当ですからプライベートタイムっていうことですね。それでその時間帯は六白の得意の時間帯ですから、その時間活用して自分の好きなこと、まあ、リラックスしたりとかもいいですし、大事な人に会ったりとか、うん、自分の好きに過ごせるなんていうか、その時間が結構充実すると思いますので活用するのもいいんじゃないでしょうかね、はい。そして、土用期間がありますね、4月は、4月17日から5月5日までになりますので、土いじり草むしりその期間しない方がいい、するとちょっと体体調崩すっていうのがありますからっていう感じです。そしてキチカフェお得デーは4月3日11日20日20日ね20日29日になります。キチカフェお得デーについて知りたい方はキチカフェオンラインサロンに来てください。4月16日から無料お試し講座の募集開始しますので、そちらに出てもらって質問してください。キチカフェのやり方が無料講座で分かるようになります。で1ヶ月お試ししてもらって、なんかキチカフェって楽しいな、いい感じだな、もっと知りたいなと思ったらオンラインサロンに入ってもらえると嬉しいなって感じですね、はい。そうすると非番吉報
通称キチカフェなんですけど、そのやり方がわかるし、さらに詳しく、お得なやり方とかね、あります。旅行とかもね、見れるようになるっていうのがありますので、よかったらねチェックしといてください。